浜田聡君、はい、NHK 党参議院会派みんなの党浜田聡でございますあの本日は飯塚参考人竹下参考人どうもありがとうございました、えー、我々 NHK 党はです、ねまあ、現在国会議員私一人で地方議員二十数名の小さな組織ではありますが日本に九つしかない国政政党として責任を持ってこの北朝鮮による拉致問題について取り組んでいく所存でございます 我が党所属の地方議員の一人である川西市議会議員の中曽千鶴子というものがいるんですが特定失踪者の一人である秋田美和さんを救う川西市民の会で精力的に活動しているわけでございます私も彼女からアドバイスをいただきつつですね連携を密にしつつこの問題に取り組んでいく決意を新たにしているところでございます まずはですね竹下参考人にお聞きしたいと思います。あのまあこれまでの意見陳述と重なる部分があるかもしれませんがご容赦いただきたいと思います。政府が特定失踪者をですね拉致被害者認定しないことについてまあ改めてご意見いただきたいとまあ思います。まあ例えば政府に求めることであるとかあるいは立法府に求めることまあその他幅広いご意見いただければと思います。 竹下参考人はい、ありがとうございます拉致認定はあくまでも先ほど申し上げましたように拉致された人たちが帰ってきてからの対応するためにできた議員立法でございますそして認定するためその中に認定の言葉も入っておりますが具体的にどういうことで認定されるのかということは書い 入っておりませんですから私たちにも分からないのですけれどもあの北朝鮮での脱北者からの証言とかそれから北,北朝鮮から出てきた写真とかその鑑定が警察の鑑定と民間の鑑定とか両方とも一致すると思われるという人とかそういう人たちがいますけれどもどうして認定されないのか。 認定が増えないのか、そこが私も不思議で残念でなりません。浜田聡さん君、はい、あのありがとうございます。えー、次にですね、あの飯塚参考人にお聞きしていきたいと思います。えっ、ー、と日米韓のまあ 日米間の連携についてです、ね、私はこの拉致問題解決について、非常に大事だと思っているわけでございます。で、ま,あ、まずアメリカについてですね、まあ、お聞きできればと思うんですけれど、まあ、可能な範囲で結構です、先日、バイデン大統領と面会されてですね、まあまあ、その時の率直な感想であったり、まあ会ってからの心境のご変化など、何かあればお聞きしたいと思います。 飯塚参考人、はい、<laughs> <あの> <laughs> 失礼しました、えー、とまた、あ、実際、面会させていただいたときの印象として、本当にこの問題に対して、あの心を打たれるというか、あのまあ、心を打たれていたんだろうなというふうに。 考えておりますあの一番最初に冒頭横田あの拓也代表の方から発言をされてでご挨拶の発言をされた途中にから早紀江さんの方に歩み寄って早紀江さんのよ、ま、目の前でひざまずいて。 でなんかお話をされるという形だったんですけども本当にあの真摯に心を打たれていただいたんだなというふうに思ってますしその後各その参加した各家族に対して一人一人目を向けて話を聞いていただいて握手を頂い,た,だいてた次第。 でありますしまたそのバイデン大統領自身もですねご家族を何度かな亡くされているという状況で本当にあの心まあ、悲痛な思いというのを頂い,いたんだろうなというふうに考えておりますしあの最後退、退場の時にはそのアメリカはそのこの問題の解決のためには協力をするんだという趣旨の発言もいただいたのでまあ、本当にありがたいなと思いますしあの終わった後面会終わった後に思ったのはですねやはりここのこの協力 本当に力強い協力バックアップを何とかしてその拉致被害者の救出に向けたい現実に進めたいという気持ちはとてもありますしやっぱりそこがあのうまくどうなっていくんだろう毎回その毎回毎回その例えばその総理面会でしたり大統領面会の後ってどうしても別に動きが継続にならないでそのまま。 静かになったっていうふうな印象になるんですけどもまあ,まあそれも同じ気持ちで同様この先じゃ政府はその大統領との面会が終わりましたでその後で次のアクションはどう考えてるんだろうというところはやはり不安になる部分もありますしまあ繰り返しですけどやっぱり力強い協力をなんとか、あ。のー 現実的にその帰国に向けて動きたいなというふうに思う次第でございます。浜田聡君、はい、ありがとうございます。え次日米韓のまあ韓についてお聞きしたいと思います。あのまあ、先月ですね韓国ではユンソンによる大統領が就任をいたしました。 まあ、私の印象ではあるんですけれど、まあ、先のムン・ジェイン大統領に比べるとです、ね、まあ、この拉致問題についてはです、ね、まあ、協力的な姿勢であるようにまあ思いますし、まあ、先ほどの、ね、武田委員との話もありましたし、通りだと思います。まあ、そこでユン・ソンによる大統領に関するです、ね、まあ、これもまたご自由なご意見、ご感想をいただければと思います。飯塚参考人 はい、あのまずそのこの問題に対して、拉致問題に対しての,その解決に対して、まあ、ユン大統領自身があのそこはあの賛同していただくという意思はあの確かに明示いただいていると理解しています、ただですね、一方、じゃあ、具体的にあの韓国が北朝鮮に対して今後どのような行動を取っていくかというところはあの、まだちょっと見えてない部分があるので、そこは注視が必要ではないかなと思っています。で また、ですね、あのーまあ、韓国側が確かに北朝鮮の情報というのは多く持っているというのが過去の傾向から見ても明らかなんですが一方、ちょっとそのじゃあ例えばその日本の拉致問題の,の進展があったりとかちょっとした情報が出てきたときにすぐ韓国側からまあ情,報か情報が流れてしまう公開されてしまうという過去まあそのような動きもあるので。 まあ、ちょっとどこまで、あの、韓国側のご協力をいただけるか、まあ。というところも含めて、ちょっと、まあ、懸念はただ残るものの、今後注視。は、し、していきたいなという感想でございます。浜田聡君。はい。あの、ありがとうございます。あの、最後に、お二人にお聞きしたいと思います。まあ、この拉致問題ですね、やはり。まあ、韓国、アメリカの協力は必要ではあるのですが、やはり日本での。 まあ取り組みが大事だと思いますその時きにまあ大事なのがやはり国民の理解が大事だと思っております。で、まあ、その国民の理解をまあ深めるためには周知が必要だと思っているのですが、まあ、私の 印象ですと、最近ですと、ですね、マスコミがですね。この拉致問題、あまり取り上げていない印象をまあ持っているわけなんですね。まあ、そうであれば、ですね。例えば、政府広報として、予算をまあたくさん使って、でも広報すべきというのは、一つの考え方ではないかなと思っております。まあ、私の意見はそうとして、お二人の拉致問題に関するまあ国内での広報について、幅広いご意見いただければと思います。 飯塚参考人、はいあのまあ、現,現在その、まあ、確かにメディアでの取り上げ方というのは、やっぱり単発的になってますし、以前のようなその熱がある、継続的な。 あの報道というのはなされないことは事実かと思います、ただ一方、ですねあのちょっと時代性が変わってきている部分もあるかなと思ってまして、あの今現在、拉致対策本部も SNS と YouTube や Twitter 等を使って発信はいただいているという部分がありますので、まずはそこを継続的にやっていただくという、まあ、要するにメディアを除いた形で継続的に発信していただくということは、重要なあの要素の一つかなとは思ってますし、ちょっと繰り返しになりますけれども、 やはりあのいくら政府がそのツイッターをやってようが何しようが、それを見なかったら何も始まらないわけで、じゃあそこをどうやって打ち込んでいくかっていうところは、やはり先ほどあの質問があったとおり、若年層に対して、どういうその現場とかその集まってる、ソーシャルなその場所でどう伝えていくかっていうところをまああの検討すべきかなというふうに考えています竹下参考人。 はい、あの私はあまり広報の方法とか、あまり先ほども教えてほしいと申し上げたくらいなんですけれども、私はふと考えてみてると、日本の国内への,の広報、政府もいろいろな方法でやってくださってますけれども、もしかしたら、北朝鮮の国民に対する広報っていうのも必要なのではないかと、ふと思っております。 浜田聡君。あの、本日は貴重なご意見ありがとうございました。これで質問を終わります。以上をもちまして、参考人に対する質疑は終了いたしました。参考人の皆様に一言お礼を申し上げます。参考人の皆様には、長時間にわたり。貴重なご意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございます。 委員会を代表いたしまして厚く厚くお礼を申し上げます本日はこれにて参会いたします